始まりはワンステップ、ツーステップ中。うちの学院で DJ ユニットやる子たちが出てくるなんて。ええ、世間で流行ってるものは何でも禁止なのがうちの学院ですのに。どうしてリリカルリリーは活動が許されているのでしょう。確かみんなを笑顔にする奉仕活動の一つということで学院が OK にしたらしいですわ。それでは皆さん、今日もアリス川学院の生徒として自覚を持ち、社会に貢献できるものとなれるよう勉学に励むように、そして我が校の私たちの一日は礼拝堂でのお祈りとシスターのお話から始まる。主への感謝、敬愛の心を持って伝統あるアリス川学院の生徒として過ごしていく。お茶受けのお菓子持ってきたよ。なになに、今日のおやつは何なの？慌てない慌てない。はい、みゆちゃん。わあ、ありがとう。わあ、ヘビさんだ。あ、ごめんみゆちゃん、これ委員長にあげるやつだった。びっくりした。あれ、いつものは？え、いつものって？ほら、委員長が。もう、くるみさん、またこんないたずらして。っていうの、委員長はどこ？私は委員長じゃなくて風紀委員です。なのそれだ、似てる似てる。そうだね、そのやりとりいつもやってるものね。うん、だからあれがないとなんか物足りないなって。春菜ちゃんは商工会の議長さんに呼ばれて市役所に行ってるんだよ。え？もしかして委員長、偉いおじさんたちに怒られてるの？そんなことないの。あの真面目な春菜ちゃんが怒られるなんて絶対ないの。あるとしたら真面目すぎて怒られてるのかも。失礼しました。リリカルリリーが地域活性化のイベントを？ちょっと声が大きいですわよ。しかも
1年通して月に1回ライブするって。だからそう言いました。でも確かに珍しいよね。1日か2日くらいが普通かな。さすがミヤさん、よくお気づきで。実は短期間だと集客も一時的なので、地域の活性化としては効果が薄いそうなんです。なるほど、それはそうかも。はい、ですからなるべく長い期間にわたってこの町を訪れてくれる人が増えるようにしたいそうなんです。1年も続くんだったらこの町に住んじゃおうって人も出てくるかも。そうですわね。最初はライブイベントが目的でも、来るたびに町のことをいろいろ知っていただければより効果があるかと。うんうん。でも私たちだけで1年もやるの大変だよ。だって毎月やったら12回だよ。毎回私たちのライブだと見に来た人もびっくりがなくなって飽きちゃうよ。それはそうかもしれませんね。ねえみんな、思い出してみて。初めて商店街のステージでイベントをやった時のこと。あの時も私たち4人だけではうまくいかなかったかもしれない。でもみんなとだったら面白いかも。そうですわね。常に誰かに奉仕することを忘れない。常に誰かに奉仕されていることを忘れない。もしもしリンクちゃん、ちょっとハピアラのみんなに相談があるの。うんうん、どうしたの。実はね、わかった、またね。で、一体どうしたっていうのよ。あ、うん、あのね、驚くわよ。1年間毎月やるイベントに参加してほしいなんて、すっごい楽しそうだよね。地域活性化イベントを1年間通じてやるんだよな。確かに1年毎月ライブイベントやったら話題にはなるだろうけど、さすがに大変よね。でもでもきっとすっごい楽しいよ。はい、町の皆さんに喜んでもらえて、見に来てくださった皆さんも町のことを好きになってくれるイベントにできるといいです。じゃあ決まりだな。はい、もちろん。くー、ハッピーアラウンド。地域活性化イベント、どうすればいいかい。うわー、パチ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 。なんですかそのネーミングは。だってせっかく委員長がいるんだから委員会がいいなって思って。だから私は委員長じゃなくて風紀委員です。ハピアラちゃんたちはみんな協力してくれるの。やった、よかった。それは大変嬉しいことですわ。でも1年間ライブをするなら、もっともっと多くの方々に協力してもらう必要がありますわ。わかった、じゃあボトンメイデンさんにも聞いてみるの。ミーコさん、ボトンメイデンの皆さんの連絡先もご存知なのですか。だってミーコはみんなの友達なの。もしもし、ミーコちゃん、久しぶり。ふん、うん、やりましょう。だってリリリリは可愛いから。賛成。さっきは前にリリリリとやったイベントでは新しい色が見えた。あの時みたいな違った色をまた見てみたい。そうね、私もそう思う。でも1年間通してのイベントだから私たちだけでは参加は決められないわ。
スケジュールの調整もしないといけないし。分かった、マネージャーに相談してみるわ。どうだった？どうだった？月1ならスケジュール的にも問題ないから OK だって。やったー。第2回地域活性化イベントどうすればいいんかい。ですから、私は委員長じゃないと何の言ったら。フォトンのみんなも協力してくれるの。やったハッピーアラとフォトンが参加してくれるってことなら、あのユニットも参加してほしいよね。ヨーバ学園の数あるユニットの中でも D4 フェス出場経験があるハッピーアラウンド、フォトンメーデンと来ればピーキーピーキー。それなら私の出番だね。あ、もしもし、いたずらっ子ちゃん、お久しぶり。うんうん。へえ、そんなことやるんだ。で、私たちもってこと？一応確認するけど、ドッキリとかのいたずらじゃないよね？うん、わかった。それじゃあ、みんなに聞いてあげる。じゃあね。今のリリカルリリーのくるみちゃん？うん。お嬢様つながりのネットワークで何か言ってきたの？それ言ったら、しのぶだってお嬢様じゃない。小学校が同じで腐れ縁なのよ。はあ。それで、そのリリカルリリーの子、なんて言ってきたの？おー、マンスリーライブイベント楽しい楽しいね。てか、1年ってマジ？なんか、ハピアラもフォトンも参加するみたいよ。そいつは引けないね。じゃあ、私たちも参加でオッケー？もちろん。ね。別にいいけど。そういえば、アルターエゴってあの町にあるんだよね。ロンドの。そうだね。だったら、そっちに声かけないわけにはいかないよね。幸い、うちにはロンドのメンバーの身内もいるしね。それって、私に連絡しろってこと？まあな。ここは一肌脱いで、生かしてるいとこに連絡してよ。生かしてるじゃなくて、うるさいいとこだよ。まあ、とにかく、しのぶ、いとこのなぎさんに連絡してみてよ。まあ、いいわ。あの商店街のイベントは上がったしね。あの時はロンドはいなかったけど、それも見てみたいか。約束しちゃったしな。今日は携帯は楽屋に置いてきてって。悪い悪い。ああ、もしもし。もうシノからかけてくるなんて珍しいじゃん。どうした？へえ、面白そうじゃん。やるやる。メンバー気にしなくていいって。じゃあな。今の電話さ、ピキピキのシノブからだったんだけど。え、リリカルリリーがやるイベントに参加してほしい？しかもマンスリーライブを1年通してやるのね。うちでやるイベントに近いかも。うん、だから参加したら面白そうかなって。そうだね。ここのイベントとの調整はまさきさんと話してみるよ。じゃあオッケーってことでな、つばき。ええ、見せてあげましょう、私たちの炎を。第3回 G
地域活性化イベントどうすればいいんかーい。ピーキーピーキードランド、どちらも OK だって。これは葵様にお礼をお伝えしなければ。となるとあとはマーメイドさんだけだね。前回マーメイドさんはリモート出演だったから今回こそはなの。葵様、じゃあマーメイドさんには私が連絡するね。これは沙織さんはミオちゃんのメイドさんだったの。え、そうなんだ、羨ましい。え、いいね、イエーイ、エクセレント。どう、ほんとリカちゃん最高。リカ相変わらず元気だね。さすがにこの時期の撮影は応えるよね。そう、あ、1年間通したライブイベント、それって絶対楽しそうじゃん。そういえば前回のリリリリイベントは出られなかったんだよね。まあ沖縄からの中継ってのもスペシャルでよかったんじゃん。イエーイ。でもやるならやっぱ生っしょ。じゃあ参加するって返事しちゃっていいかな。もちオッケー。第4回地域活性化イベント、どうすればいいんか。マーメイドの皆さんも参加してくださると返事をいただきました。やったー、バンザーイ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 。久しぶりよね。なんか D4 フェスみたいだね。そうね、そうそう、アルミ最高だったよね。さすがに緊張しますわね。お待たせ。ごめん、みんな待たせて。ちょっと、なんで急に止まるのよ。だってリンクが。お正月だからご挨拶代わりにみんなにお年玉持ってきたよ。皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。9年中は誠にお世話になりました。年を改めるにあたり、私たちリリカルリリーを代表しまして。委員長長いよ。はるなちゃんの挨拶はビデオレターでネットに上げるとして、初日の出みたいなピッカピカのやつ行っちゃうの。それではトップを飾ってくれるのはこの方たちです。無敵の絶対王者ピーキーピーキー。この新しいイベントに最高の曲を用意してきたよ。
して私たちの新しいステージが幕を開けたのです。街をブラブラするだけでなんとかなっちゃうなんて思っちゃダメよ。芸術は爆発なのよ。わかってる？次回カメラライフ